高等学校吹奏楽部です。本日司会を務めますのは東京都出身3年トロンボンパート中彩乃と、香川県出身3年トロンボンパート平山かのんです。よろしくお願いします。先ほどお送りいたしましたのは、今月大阪城ホールで行われる全日本マーチングコンテストで披露させていただくインベルノでした。インベルノとはイタリア語で冬という意味で、白鳥の湖やフィンランディアなど皆さん一度は聴いたことのある曲もあったのではないでしょうか。いろいろな楽器のソロなどお楽しみいただけるシーンがたくさん盛り込まれています。コンテストでは今よりもさらにパワーアップし、皆様に感動をお届けできるようより力を入れ練習に取り組んでいこうと思います。次にお送りいたしますのはカラーガードショーリトルマーメイドです。カラーガードのメンバーも普段は楽器を吹いています。先ほど披露いたしましたマーチングコンテストの演技の中にもカラーガードのメンバーも一緒に演技をしていました。しなやかで綺麗なダンスやカラフルな傘やフラッグなど、まるでリトルマーメイドの話の中に入ったような美しいマーメイドの世界をお楽しみください。それではどうぞ。
したね。たくさんのマーメイドたちが海の中で踊っているようでしたね。リトルマーメイドの世界に入った気持ちになりましたね。ところで私たちは見ての通りトロンボンパートなのですが、その中でもバストロンボーンという低い音を出す楽器を担当しています。時にはチューバと一緒に低音でバンドを支えたり、時にはメロディーを吹くとてもかっこいい楽器です。この後もたくさん活躍するのでぜひご注目ください。続いてお送りいたしますのは聖火のお箱、風になりたいとスイングスイングスイングです。最近 CM などで流れているので耳なじみのある曲だと思います。風になりたいでは掛け声や歌、スイングスイングスイングではバッテリーパーカッションが前に出てきて演奏します。この2曲で私たちの元気がお届けできるよう精一杯演奏します。それではどうぞ。Thank you.
ありがとうございました。皆様に元気が届いていると嬉しいです。私たちは昨日バスで7時間かけて島根県までやってまいりました。実は私たちは島根県に来るのが初めてで、ずっとこの日を楽しみにしてきていました。私たち2人は食べることが大好きで、島根県の食べ物について調べてきました。たくさんある郷土料理の中で出雲そばに出会いました。明日私たちは出雲の観光に行くので、ぜひ出雲そばを食べてみたいと思います。お腹が空いてきたところで次の曲の紹介に入ります。次にお送りいたしますのはマーチングワンハートです。この曲は You Raise Me Up、 トッカータとフーガ、マイウェイの3曲をメドレーにしたものです。ワンハートとは心を一つにという意味です。先ほどのカラーガードも入ってきて、より華やかなマーチングショーになります。聖火といったら青ジャージのイメージですが、マーチング衣装を着て演奏を演技します。もう少し準備に時間がかかるので、ここで告知させていただきます。2月18日19日に私たちの集大成である第39回定期演奏会が福岡サンパレスで行われます。3部構成で、1部クラシックステージ、2部ポップスステージ、3部マーチングステージとなっています。2部では聖火オリジナルのミュージカルも披露しています。定期演奏会でしか味わうことのできない感動や愛をお届けいたします。車でたった7時間で着くので、お時間がある方はぜひお越しください。それでは準備ができたようです。前にいるドラムメジャーが敬礼をしましたら、このステージの終了の合図になります。アンコールを用意しておりますので、長めの拍手をいただけると嬉しいです。それではワンハートです。どうぞ。
様も一緒に踊ったり手拍子で盛り上がってください。本日はどうもありがとうございました。Thank you.
聖花女子高等学校吹奏楽部の皆さんによる演奏。指揮は松本凛、ドラムメジャーは田中鈴葉でした。皆様、今一度大きな拍手をお願い申し上げます。